は野田チャンネル。はい、どうもだけども、いえーめっちゃこれでありがとうございます。ということでこちらね、ドラゴンボールの一番くじでございます。でもですよ、賞がね少ない、大きいやつは当たりませんでしたね、ということで残念ながらねこちらを紹介していきたいと思います。キャンバス風ね、ボードでございます。板なんですけども、板というか厚紙でね印刷されてるやつなんですけども、表面ねザラザラしててね、ほんと辞書みたいなやつのね、表紙みたいなザラザラして、これをね立てかけて飾れるという、ね、これね、セルですね。そしてこれ悟空がね、海王様にね手を当てて、これでね生きてるみんなとお話ができるってやつ、声をかけられるという、みんなよく聞いてくれみたいなやつだね。これ悟空ね、ドラゴンボールさんっていいですね。これセルゲームですね。これちょっとわかんないよ、わかんないけど、でもセル、これは第2段階、これなんだろうな、悟空かな、誰だっけ、ベジータでしたっけ、ちょっと忘れちゃったな、ね、これね、はい。ということで、そして、こちらですね、16号。ね。16号でしたっけ、ね。こちらでございますね。女の子ですね。そしてこれですね。はい。出た。クリリンにチューですよ。これね。これ好きになっちゃうというね。もうクリリンはもうこれでもうドキドキしちゃって、もう自爆スイッチ押せねえと。俺には押せねえということになってますよね。これね。はい。懐かしい。そしてこれですかね。はい。バイバイということで。ね。頑張れよみたいなね。お前も頑張れよみたいなね。感じで。セル、ね、自爆するセルを、ね。あ、これ動くんだ、これ。ね、ちゃんとじゃあ、こっちを見せましょうか、はい。はい、チューする。おっ、もうこれでドキドキしちゃう、クリリンは。ね。クリリンさんつって。ね。もう自爆スイッチ押せねえとか、これじゃあ先気になったからこれやってみましょうか。ね。やっぱベジータですね。ベジータがドーンみたいなね。ってことでね。まあこんな感じでキャンバスノートでございました。ではね、これもう一回開けちゃったんですけども、ね、ラバースさん、なんで開けたか知ってます？開封動画撮れてなかったです。もう一回ってことでね。一度開けちゃったっつうね、感じがね、残念ながらするんですけれども、まずこちらドン。悟空ですね。ご飯？悟空だよね、こう髪型はね。分厚いです。分厚い板でございます。ね、これ何ですか？これ。ラバースタンドって。これ立つのかな？立ちますかね？本当に分厚い板なんですよね。立たなくない？これ。なんか、ついてんのかなと思ったけど、ついてないんだよね、これね。はい。ということで、悟空、こうしておきましょう。ね、悟空さん。ね。さあ、次行きましょう。ドン。気を取り出して。本当に何も当たんねえっすよ。さあ、こちら、ドン。はい、来た。16号でしたっけ？これ、16号じゃないよね。これ、10?あれ、何号でしたっけ？もうちょっと覚えて、16号ってあれですよね。このモヒカンの方ですよね。もう忘れたな。昔ドラゴンボールのゲームをやってたんでね。それで、16号ってあれじゃん。ロケットパンチ禁止みたいな、スーパーファミコンのね。って言ったらこれ出ました。と、でか。分厚。ね、レッドリボンのマークがついております、ちゃんと。ね。スーパーファミコンのゲームでね、戦うと、このロケットパンチが強すぎて、禁止っつってね、やってましたよ。懐かしい。ね。今の人全然わかんないと思いますけども。はい。じゃあ次行きましょうか。はい、こちらです。バンバン開けていますね。はい、行きましょう。ダーン！裏返し！はい。ヤムチャ。ね。ヤムチャでございます。やってまいりました、ヤムチャ。ね。やっぱそうだよね。紙しか入ってないのね。これ立てかけんのかな？ね。はい、ということで、ヤムチャです。ね。亀川流ですね。やっぱりね。クリリンじゃなくて、ヤムチャはね。はい。ということでね。懐かしい。クリリンさん。ね。老化夫婦券とか使うんでしょうか？この時。はい、いきますよ。次行きましょう。どんどん行きましょう。はい。せーの、ドン。はい、裏返し。はい、出た。はい、クリリンじゃなくて、ここは、トランクス。ね。ということで、トランクスでございます。ね。未来から来た、トランクス。でいいのかな？ね。はい。ね。これで1回くらいでしたっけ？ 700 円でしたっけ？
結構しますね。はい、これも結構重ためです。誰でしょうか、誰が出るんでしょうか。ちょっと重ためですね。思わず期待。おーっと、ピッコロハーンって、ピッコロハーンは重たいんですよね、やっぱりね。ゴムでラバーですから、やっぱりこれとこれの重さは全然違いますよね、これね。 1.5 倍ぐらいゴムを使います、ラバーをね。でも硬いです、結構。うんね、はい、こちらでございます。さあ、そしてこちらが最後でございます。開けますか、開けますか、開けませんか、開けますよ、イエイ。天さんでございます。天津飯さん、亀仙流でございますね。はい。はい、はい、ってことね。はい。ってことね、太陽拳みたいなね。ってことね、やりました。さあ、次は、最後のね、H 賞いきたいと思います。アクリルスタンドでございますね。アクリルスタンドはね、こうラインナップ、こういう感じで、ね、出ております。全6種類。かっこいいのが出たらいいですね。はい、このバリバリの音がうるさいかな、ひょっとして。さあ、開けてみましょうか。さあ、何が出るか、これどうなってるの、これ。あ、テープでついてる、マジか。マジか。これ開けないと、見れない。ちょっと待ってください。うん、あ、これ一個ずつやるの、時間かかるんだ、これ。マジか。ああ、なら、あれだな。先にやっとけばよかったかな。嘘だろこれ。さあ、不思議したくて冒険したくてっつってね、そう、そしてみんなうずうずしてるっていうね、世界の謎々解けない。お、来た。おー、車に乗っているやつね。なんかコミックスの表紙かなこれね。どうでしたっけ、もうちょっと全然覚えてないけど、ね、ドライブする、これ悟空ですか、ご飯かな、ご飯ですっつってね、ありましたね、懐かしい。はい、さあ、これ、あ、これは一回あれか、あれですね、開けちゃったやつですこれ。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、いきますよ、ダン。はい、このさ、やっぱさ、鳥山明先生はさ、このさ、機械もすごいよね。かっこいいよね。こんななんかさ、うまくないさ、やっぱ漫画家さんなんかそうなんだけどさ、こういう機械もんとか、こういうさ、この感じがさ、やっぱさ、鳥山明先生、最高です。はい。じゃあ次行きましょう。これは開けてないですね。はい。どこで動画が止まったか分かりますよね、ほんと。さあ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 、行きましょうか。これ、開け方がめんどくさい、これ。変な感じだよ。これ変な感じなんですよ、これ。この内側に入ってからさ、破くしかなくなっちゃうのかな。でもせっかくなんでね、高かったんだけど、おーっと来た、バイバイドラゴンボール。来た、最終回のやつ、みたいなね。ね、あ、天使の輪っかついてますよね。そうですね。コミックスの最後の巻みたいな。どうしてもね、俺の世代はね、ドラゴンボール Z で終わってんすよね、どうしてもね。あ、そっか、Z なんですよね、今回ね。そう。Z の最後。GT、GT も、ほんとちょっとしか見なかったですからね、なかなかね。ちょっと大人になっちゃったんでね。そうなんです。どうしても、ね、コミックス最後、最後ね、やっぱりね。あー、これでドラゴンボール終わりかー、つってね。寂しくもあり、ね、っていう感じで。楽しかったなぁということでね、なんかね、読んだ記憶がございます。はい。ね、それでなくてもね、長かったですからね、セルゲームも。はい。天下一武道館が、その後ね、ウーブをね、あれですよね、探すということで、最後、ドーン!きっと!サンキュー!ナンバー30カーン!ということでね、まさかの表紙が出ちゃうっていうね、出たーということでね、私は一番くじをやってもこういうことになるんですよ。ね、正直なところ、当たりなんか出ない、電子でということで、ね、やりました。ということで、ドラゴンボールの一番くじの、何 ?HF 相性開封でした。
ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価お願いします。そしてカウドチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。別の動画も見てね。